すごいですね。やっぱ広大な土地がありますね。これ駅前のショッピングモールですかね、私夜に見た。今まだ作ってんのかな、これオープンしてんのかな、なんか微妙ですね。オープンしてるようにも見えるし、まだか、分かんないですね。まず降りて見てみましょう。まあ百聞は一見にしかずということなんで、今日はですね見てみたいと思います。ここですね、ファーチャオという花の橋という駅ですね。これ場所まず説明します。これ上海の中心地ですね。ここジンヤンス、ここワイタンですね、ここあるんですけども、これ交通大学ですね、シュージャーホイがあって、これをですねずっと行くとですね、ずっとずっとずっと北の方行く、ここで二股に分かれます。こっち行くとジャーディンですね、こっち行くとですねさっきの F1 サーキットとかあって、ここから江蘇省ですね、こっち江蘇省行って11号線、ここからですね蘇州の11号線に実はつながってます。今これの反対ですね、ずっと南の方行くとですね、反対側はこれディズニーランドがあります。まあ夢の国ですよね。まあ、ここはですね夢の国と真逆になるわけですから、まあすごい危ない場所とかそういうことはないです。ちゃんとした場所だと思います。あんまり危ない場所とか言うとここに住んでる人に怒られますからね。決して危なくないと思います。ちょっと見てみましょう。夢の国とは真反対にある場所ですね。まあ夢の国は私香港のディズニーランドしか行ったことないんで分かんないんですけどね。ここのショッピングモールですね、見てみたいと思います。超巨大です。まだでもこの辺なんか工事してるんですよね。で蘇州地下鉄11号線に行くのはですね、こっから乗っていくんですね。まあ私今日蘇州に行かないんで行かないですけども、こっからまあ1時間ちょっと乗ったらですね蘇州の中心地に行くことができます。蘇州地下鉄11号線ですね。ということで私は、ここのねですねショッピングモールに行くんで、ここの改札から、出たいと思います。ちゃんとですね上海の交通カードで合法的に出ます。違法なことは何もしてません。はい、出ました、無事に出ました。ということで、あの人は何なんですかね。蘇州11号線ってここにも書いてますね。こっちから行っても蘇州地下鉄乗れるんか。まあ割とこう綺麗な感じですね。まあ別に蘇州、あ、こっちからでも乗れるのか。別に誰でも行けますからね。あ、やっぱこれショッピングモールまだできてないな。工事中ですね、これ通路あるけど、一部の店開いてんのかな。でも超巨大な工事現場ですね、これただの。ちょっとご飯食べるとことかなさ、あれでもあれなんか店服置いてるな。一部もしかしたらもう開いてるかもわかんないですね。全部開けるまで待ってたらこれいつまでたってもあれなんで。ちょっと行ってみましょう、とりあえず。別に怒られることないでしょうね。何も悪いことしてないですからね。まあ、でもなんか相手はなさそう。作業員の人しかいないですよ。買い物してる人もんのかな。ちょっと見てみよう。これですね、サントリーのウーロン茶ですね。結構人気ですね。これ無糖で砂糖入ってないです。たまに砂糖入ってるやつが昔はあったんですけど、
今砂糖入ってるやつもう作ってないのかな。あれ砂糖入ってるウーロン茶間違えて飲んだらすごいショックなんですよね。最近これ麦茶もあるんですね。ちなみに値段はいくらでしょうか。5元ですね。約100円です。まあ安いですね。これ全部サントリーか。ジャスミンウーロン茶とかもあるし、こういう気を使うスポーツドリンク的なのもあります。ちょっとここ降りてショッピングモール見てみましょう。まだ完成してないか。完成してないとここでなんかちょっとご飯食べようと思ったんですけど、食べることができないです。もう当然ですよね。工事中のとこ入ってなんかご飯作ってくれって言うても作れるわけないんで。これ出れないか。これここの出口から。そもそもあ鍵閉まってますね。これでもなんか赤ちゃん連れたベビーカーの人が歩いてるんですけどね。ちょっと正面見てみましょう。こっちですごいいっぱいビデオカメラついてますね。これですね、上海からこう市内から来た電車ですね。総集行くやつって多分向こうにあるんだと思いますけどね、こっちから見えないですね。まあ平和ですね。ものすごい平和です。バスがありますね。これどこ行くバスやろ。ちょっと見てみましょう。まあ多分江蘇省の中走るバスでしょうね。上海に行くようなバスあったら面白いんですけどね。結構荷物持った人おるから遠く行くバスはいいんだな。あ、昆山南駅ですね。あとちょっとよくわかんないです。病院に行くみたいですけど、これ全部江蘇省の中ですね。こっちはなんか上海市内に行くようなバスあったら面白いけど、全然知らないですね。これ江蘇省の中だけですね。このショッピングモールですね。これ多分工事中ですね、この状況を見ると。ここでもなんかスターバックスやってそうな気がするんですけど、まあこんな感じです。暑いな。これ多分台風で倒れたんですね、このフェンス。入ったら怒られるのか。でもバイクいっぱい止まってるけど、まあ建設関係の人ですかね。これでもあの飲料の会社のなんか荷物運び込んでますね、あのトラック。これここフェンスがないってことは行ってええのかな。赤ちゃんの大体人歩いてますけどね、これ工事中のところ。これまだやってないですね、これからですね。なんか埃っぽい。工事中ですね。まだやってなかったですね。
でもここのスタバなんかやってそうですけどね。やってないんかな。まだこれからか。どっちやろ。なんか開いてそうな気もするし。開いてないか、さすがに。中でもなんか椅子とかもう運び込んでますね。あ、やってないですね。これはさすがにここでは営業しないですよね。ちょっと失敗しました。まだ、これまだ、町開発してるとこですね、これ。この辺全部そうですね。さすがにこの散らかった状態でオープンしてますはないですよね。いくらなんでも。宅急便のなんか荷物ここで仕分けしてますね。あっち裏マクドナルドやってるかな、あれ。ちょっと裏見てみましょう。すごいこの状態でショッピングモールオープンですが、いくらなんでもありえないですよね。これどういう機械なんですかね、これ。すごいな、機械とか車。マクドナルドはやってるかな。まあすごいでかい街ですね、これでも。ちょ、裏やってるかな。このビルですね。今からこれ入居者募集です。競争率高いから早めに申し込んでください。これもマクドナルドやってないですね。さすがにこの道通ってあそこ店来てくださいはないですね。まだこれからですね。なるほど、ちょっと厳しいな。まだやってなかったです。これですね、いっぱい止まってますけど、まあ、上海のナンバーもあれば金山もありますね、これ。全部電動自転車です。電動バイクです。何もなかったですね、これ。しまったな、これ。ご飯食べるとこがなかったです。戻るしかないですね。まあ、このまま蘇州に行ってもいいんですけどね。この間ちょっと行ったとこなんで、今日はですね、行けないですけど、まあいろんな店、リーバイスとかアンダーアーマーとか、もう本当に急ピッチですね。早めにオープンするという感じですね。頑張って。すごいでかい、これ、車というか。重機。こっちから行くしかないですよね。怒られるも何も、ここの関係者かどうかっていう見分けつかないでしょうかね。お前関係者なのかって言われることないと思うんですよ。これ分かんないんで。みんな普通の服ですからね。日本だとこう建設会社の制服とか着てるから、私こう関係ないように歩いてたらすぐ分かりますけど。もし何か言われたらシンクラーって言うとけばいいですよね。お疲れ様ですっていうことなんですけど、シンクラーって言うときは勝手に向こう私が関係者と思うかもしれないですね。あれでもこれなんか人入ってるな。入っていいのかな。ちょっと入ってみましょう。関係者が入ってるの。入ってるの。エアコン効いてますね、これ。しかも音楽流れてますよ。オープンしてるんか。お客さんいますね。
え、店やってるわ。やってますね。店やってますね。あ、でもシャッター閉まっていったな。あ、はいね、買いま。お、お、来かん、毎度し。はいね、買いま。二十号。二十号。ああ、はだはだ。ああ、はだはだ。20日オープンらしいですね。ちょっと怒られてはないけど、まだですよって思います。今日がですね、17日なんで、あと3日でこれ仕上げないといけない。ああ、これ急ピッチですね。この辺はええとして、もう外3日間で無理ですよねこれ。あ、でもクーラー効いてて気持ちいいですね。アーシーハオ、今日17日なんで、20日オープンなんであと3日間ですね。明日18、19、20、あと2日しかないですね、20日オープンで。なるほど、6階建てみたいですね。でもなんか勝手にお客さん入ってきてますね。まあでもこういうやり方いいですね。あのオープン前にですね、まあ勝手に入ってもいいですよと建築中ですけど、まあまあ危ない、怪我したら自己責任で、あの怪我したり、あの死亡事故を起こしてくださいということにしてですね、あの自由に見たらみんなこう口コミ広がりますからね。あ、見に行ったけど結構面白そうでしたよとかって言って、みんなにこう、だからいいかもしれないですね。私ちょっと撮影してたらお前何撮りに来たみたいに思われるかもわかんないんですけども、まだオープンはしてなかったです。オープンしてるのかなと思いますよね。あれエアコン効いて音楽かけてるか、まあ、それも練習ですね。エアコンが20日にいざ20日の朝エアコン入れたけど、あれエアコン効けへんとかなったらあれなんで、まあまあ3日ぐらい前にエアコンのテストもしてですね、これは完璧ですということをやっとけば、いけると。急ピッチで今作って、まあ、あの裏のビルとか3日間であれ出来上がるわけないですからね。まあこれから頑張って、もうちょっとですね気合い入れて、急ピッチでやります。ということでですね、私はもう駅に行って素直に帰りたいと思います。お前は何やって言われましたね何やって言われても困るんですけどね。ということで、こっち駅か。こっちから行けるのかな。熱っ。ばあちゃんのショッピングモール、まだ開発中でしたね。まあこの上海周辺ですね、まあ、中国全土今まだどん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 不動産開発中ですので、いろんなものできたらですね、あのレポートしていきたいと思います。楽しみですね。スクールアップ&ビルドで新しいものをどんどん作ります。ということで終わりたいと思います。ありがとうございました。